さんはもともと7条解散には否定的だったじゃないですか否定的だったのになぜじゃ今度はそんなね急がなければいけないという判断をするのか、うん、あの一定程度の議論した後には当然解散権があるからそれはあの委ねたいと思いますし受けて立ちますけれどもあの69条解散の余地は今全くないと思いますのでね。 そこは筋を通してもらななきゃいけないけだ,、まあうん、だからもう、ね、野田代表おっしゃる、ね、69条ってのは憲法に書いてある通り不信任案が可決されたとき不信任案が否決されたときって限定してあるわけですよねだから、そのには該当しないだけど、うん、国政の審判を経ないままに新政権ができましたと、うん、別に認知したわけでもないんだけどやっぱりそれってどうですかってことは判断を 求めるのも六十九条の趣旨には合致するものだろうねと思っています。うん、そういうことです。納得できないですね。すね全く納得できません。ええ、それ納得できませんね。うんうん、それはもう七条の解釈に基づく解散としか言いようがないと思います。それはこれまでおっしゃってきたととそれは違うと思いますね。うんうんうん